着力はかつて存在したウィキサイトである。創設者は谷口はじめ等。このサイトは個人のブログサイト仮力が元となっている。仮力では2003年7月に始められた何の資料も参照せずに地図を書くとどうなるかをテーマとしてブログのコメント欄に寄せられた勘違いや思い込みの情報を日本地図の画像に順次反映させていく。 バカ日本地図2004年2月からのバカ世界地図等、次々とユーモラスなプロジェクトが企画進行されていた。また、一部のコンテンツは書籍として出版されるまでになり、サイトの知名度も上昇していった。その後、各県の噂を持ち寄ることによって、ご当地のイメージを明らかにするおテーマとして、主として全く知らない地方。 外国に関する思い込みを共有するためのご当地の噂がスタートされ、2005年3月には、ミディエーウィキにプラットフォームを移し、仮力のウィキ版という意味で、着域と名付けられ、開始された。なお、着域でいう、バカとは、罵倒語としての否定的な用法ではなく、自分のバカさ加減を自覚している人という肯定的な意味、あるいは、バカバカしい、間抜けなもの、こと、 勘違いという意味として用いられていた。長らく決まっていなかった、着域利用者の公式愛称は2008年4月1日に仮民となった。また、その他に着域ファン、着域ユーザーなどと呼ばれているが公式な愛称ではない。2016年8月25日より、着域が常時 SSL 化、同時にスマートフォンからの編集が可能となり、 インターフェースなどが一部リニューアルされた。2020年8月に着陸域運営者の谷口はじめ等が死去した。同年6月24日付でノートの有料マガジンも廃刊しており、ツイッターも7月30日を最後にツイートがなかった。49日を過ぎた9月24日に谷口の知人であった緑川武氏が自身のウェブサイトで不法を伝えていたが、この時点で着陸域では、 谷口の死去は話題となっていなかった。同年12月に wiki.chakuriki.net のドメインが失効し、同ドメインからはアクセスできなくなった。以降しばらくは IP アドレス経由でアクセス可能だったが、同月23日には閲覧できなくなった。親サイトの仮字からも閲覧不能となっている。上記ドメイン失効直後から利用者有志によって、 議論が行われ、移転も含めた存続が模索された。しかし、谷口の遺族側が廃止、閉鎖を望んでいると伝えられるなど、協議は難航している。ウィキペディアのような百科事典スタイルではなく、多数の投稿者が、テーマごとの思い込みを短い箇条書き形式で少しずつ書き足して、行き、それに対するコメントや関連する噂を、入れ子形式で追加するというスタイルをとっていた。 一見すると、チャットや電子掲示板に類似しているが、そのスタイルは独特のものであり、従って、サブスタブという概念もなく、かつてはテーマごとに、一行でも投稿があれば、記事として成立していた。ただし、現在では5行以上の記事がなければ、スタブ扱いとしたり、類似テーマ記事を統合したりすることが行われるようになり、また、着息馬鹿の卵などといった、 記事作成以前のテーマを持ち寄って記事として成立する分量にするコーナーを設けていた。着域のユーザーにはウィキペディアンを兼ねる者やにチャンネラーを兼ねる者も,も多く内在しており、それらから経由されてきた情報や噂を供給している。しかし、着域独特のスタイルはそれらの書式とはかなりの相違があるためか、戸惑うユーザーも少なくない。そのためか、 スタイルに合わせられずに、長文の解説、論説を書き並べてしまうケースも多々見受けられている。これらは、着用域では分割あるいは削除の対象となっていた。なお、着用域上においては、記事内の文章の編集や割り込み投稿は、原則として禁止となっていた。情報の更新、修正、補足、反論はぶら下げか下方の段落へ、新たに節を設けての過失で行い、 項目の追加は再下段に行うのがルールであった。着域の公式な目的は、バカが、バカなテーマで、バカな情報を集める場と記されており、具体的には、物事のイメージを噂から明らかにすること、バカな情報の共有、客観的事実より、主観の共有等とされていた。ただし最近では、その比較的自由な性質から方向性が様々に拡大され、 もし歴史上の〇〇が〇〇だったらというケースでの思い込みや妄想を馬鹿なりにシミュレートする歴史の異府検討委員会やもし日本国内にこんな独立国があったらという妄想をその地域の噂などの情報を交えながら具体化する勝手に国づくり様々なステレオタイプに対する思い込みを共有検証するベタの法則など様々なコンテンツが 利用者によって作られ、進行されていた。なお、大事件、大事故、大災害が発生した場合、それに、関連のある投稿は規制されることがあった。実例としては、2008年には、秋葉原通り魔事件、2011年には、東北地方太平洋沖地震及び、福島第一原子力発電所事故に関連する、投稿が無期限で規制されたことがあり、 2014年時点では、マレーシア航空の370便失踪事件と17便墜落事故に関連する投稿が規制されていた。さらに2020年時点では、COVID-19 に関連する投稿が規制されていた。着衣機は日本語版だけでなく、英語版も存在していた。かつての英語版の投稿スタイルは、過剰書きではあるものの、 百科事典に近い形式を成していた。また、Wikipedia では、中立的な観点を掲げて、各言語版間の差をなくすよう努めているが、着意域ではその正反対で、言語喧嘩の意識の差を尊重していた。外国人の見た世界というテーマでは、両者の意識の差を英語版より訳出していた。ありがとうございます。